ヒーローにとって唯一の結末は死だ。ヒーローは死を恐れない。命の尊さゆえにヒーローは知っている。できるのはひとときの恐怖からの解放。残された者たちは彼の犠牲の上に希望を見る。そして彼を知る者は後に語るだろう。彼の誠実さ、勇気、全てを投げ出せる揺るぎない信念を。伝説は生き続ける。たとえ人は死んでも。これが事の顛末だ。こうしてバットマンは死んだんだ。バットマンアーカムナイト、7月16日発売。